初代、柳谷三木松は土ドドイツ、三味線漫談家、池団。本名、伊藤亀太郎。出林は、筑田。1962年設立の東京演芸協会会長。当時住んでいた住所から池の旗の師匠と呼ばれた。戦前は主に吉本工業所属。弟の高博は、映画俳優だったが、若くして、戦争で亡くなっている。 東京の木場の材木職人の家に生まれ、小学校卒業後家業を手伝ったり、材木問屋に方向に出たりしたが成果は、芸事好きで幼少の頃から土ドドイツ、長唄、小唄、新内説、清本節等の修行をし十代の後半に流しに出るようになり、一方1918年に、宝官の桜川梅平に入門し、出身地の木場から桜川木場平や、ことぶき5 アゲハヤにサンなどを名乗り深川、赤坂、芝浦などを、点々も長続きせず、本格的に流しになる。関東大震災で仕事がヘディテングレンの芸人となり、憧れであった大見上楽芸人の港家小亀に、ちなんで、港や亀松で寄せに出演するようになる。1925年に、初代、柳屋三五郎の門下となり、晴れて、柳屋三木松と名乗る。 1932年9月に宝塚歌劇団の12期生の高波清子と結婚し、新居を日本橋浜町に転居、二年高校津宮長町に3年ほど住んだ。吉本工業の専属となってからは、坂東つまさぶろや大河内伝次郎の携帯模写を取り入れた映画漫談やお色気の音楽漫談等を始める。特にお色気の音楽漫談では、あはーんや、いやー。 などの女性の鼻のかかった名文句で売り出す。あまりに過激すぎて寄せで禁止令が出るほどだった。その後1934年8月より日本の SP レコードの検閲が始まり、三木松のレコードも多くが発禁処分となった。発禁を逃れるために芸名を変えてレコードを販売するなどした時期もあった。柳谷金五郎と並ぶ。 東京吉本の大看板でもあり、戦前の吉本では、金五郎と共にトップクラスの高級鳥であった。1935年頃、サラリーマンの初任給が定大卒で60円から70円という、時代に500円から700円の月給をもらっていたという。戦時中は、吉本工業の遺問団わらは死体にも参加した。その後池の旗に住んでいたが、戦時中は、 埼玉県長瀞に疎開。戦後は解禁され、テレビや寄せで活躍をする。また住まいも池の旗にあった。1963年、東京、大阪で芸能生活40年興行が行われた際、東京では、美空ひばり、エリチエミ、兄弟子の柳や金五郎が、大阪でも大看板の話し家がゲストとして呼ばれた。なお、大阪での司会は三代目。 カツラ米朝が務めた。1965年には活躍が認められ芸術祭奨励賞を受賞。講座ではエリッチエミの父が三木松の三味線に合わせてピアノの演奏を務めていた。死去の約8ヶ月前、カツラ米朝の初の東京独演会が開かれた際、予算の都合で同行の対象から漏れた弟子のカツラ丸がその不満を電話で 三木松に訴えたところ、金を出すから来いと返事をして呼び寄せたことがある。1968年1月20日、胃がんのため死去。去年66。前年11月に発覚した際にはすでに数箇所に転移しており手遅れであった。一部書籍で、フグの毒に当たって亡くなったと記されているものがあるが、誤りである。立川男子は後に、三木松の通はこれぞ。 芸人という、賑やかなもので、花札の爆打も行われたと改装している。二代目三木松は、初代の弟子で、三代目、柳屋亀松から二代目を継いだ。他にも弟子に、三木坊、小三木松、三亀寺、三木平、亀寺、志賀明、白山正一等がいた。私生活では、非常に遠服化で上記の高波三木横以外にも、三余会結婚をした。 またヒロポンの常習者であったため、中毒から抜けるのに10年以上かかったと言われる。多た数また、MC 二人 &DJ によるトリオユニット、アルファが2002年にリリースしたエクスタシー温泉の中で三木松の声をサンプリングし、ジャケットにも三木松の顔を起用している。小島定時、漫才世相史毎日新聞社、1978年、128ページ、戸田学 情報落語の戦後史、岩波書店、2014年、ピアニッシ百296から297。ありがとうございます。